にちは、プラモヤさん .com のおいさまです。2018年になりまして、もうねお正月も過ぎましたけれども、去年の年末ちょっと、まあ、とあるショップさんで、やっておりました。福箱注文したのがようやく届きましたので、証拠にもなく開封の儀、やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はね助手さんがいますんで助手さんから受け取って、どちらから来たかというと、こちらですね、ファインボールドって書いてあります。まあ、皆さんご存知浜松にある模型メーカーさんですね。これのまあこういう福箱、今回2セット頼んでますけれども、2セットが、1箱に、がっつりとまとめられてきましたので、まあもういっぺんにやります。さあ、じゃ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 んと開けていきましょう。初めて買うんでね、このファインボールドさんの、福箱ってやつは。どんな内容なのか、来年も買うべきなのか、それともぶん投げて終わるのか、見てみたいと思います。いやー、デデデンと、よっしゃー、はい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 、すごいですね。ま、伝票もありますけれども、各種、こんな感じでファイルがあって、まあ、各種なんか展示会とかのなんかご案内とか、ファインボールドのこうカタログが、小冊子みたいなのが入ってますね。でそういうのが、まあ、2つ頼んだんで、2つ分、入っているという感じで、ご覧のように2セット頼んだら、区切られるわけもなく、そのままゴンと入ってます、ゴンと。マジかって感じだけど。じゃあ、ちょっとね、1個ずつ、見ていきましょうか。はい、じゃあ、1つ目。でででん、あ、60式、自走106ミリ無反動砲 B 型ですね。自衛隊が昔使っていた、まあ無反動砲ですね。小型戦闘車みたいなものですけれども、あ、これちょっと個人的にはすごく大好きなんで、ちょっと嬉しいです。はい、じゃあ定価足していきましょうか。はい、ボルちゃんさん、はい、定価言いますよ。4600円。これも、あれですね、やっぱ、福箱用にしてあるせいか、こういう形で、ジャンコードとか塗りつぶしてありますね。はい。じゃあ次、ジャカちゃん。はい。一式抽選者地平という形で、ちょっと待ってね、カメラの位置がこれちょっとでも近すぎるな。さすがにこれ絶対映らないでいいな、これ。はい。地平という形で、今回まあ、頼んだの何かっていうと、日本陸軍の福箱と自衛隊の福箱と頼んでますんで、多分もう、入り混じって出てきます。地平好きなんで、これはこれで全然僕はありです。はい、これが値段が3800円。はい、じゃがじゃん。じゃあ次、ででで、んっと、はい、来ました。73型小型トラック、キャンパストップ、いわゆる三菱のジープですね。はい、これも実は僕、今まで恥ずかしながら持ってないので、これもありです、全然ありです。はい、これが2400円。一生懸命電卓いじってます。はい、じゃあじゃがじゃん、次、でででんと、はい、来ました。60式装甲車、マット装備という形でね、優先誘導の、対戦車ミサイルがついたタイプの、60式装甲車ですね。この箱型の、まあ、M113 の、ね、国産版みたいなこの形、結構僕これも気に入ってるんで、これもちょっと嬉しいですね。これもいつか様子を見て作りたいなと思います。これが4300円。さあ、じゃあ次行きましょうかね。さあ、じゃかじゃんと、さあ次何が来る。おっと、まだちっちゃいのがあるぞ。よし、ハッキュンです。あれ、これ新しい戦車じゃ、あれ、きっかけでこれ新しいキットじゃない、89式中戦車、小型ですね。ハッキュン。ハッキュンの通常版持ってないんで、これも嬉しいですね。はい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 。なんか、結構当たりかもしんない。いや、そんなにファインモードのキット持ってないだけかもしれないけど。はい、これがすいません。4500円ですね。はい、じゃかじゃんと。さあ、どんどん行きますよ。じゃかじゃんと、次、おっと、来ましたよ。千葉さんですよ、千葉さん。前回の、
まあ、福箱の開封でもチハ入ってましたけれどもね、チハ、大好きなんでいいです。で、これインテリアと履帯がついた、特別限定版の方ですね。特に意外とこの、なんだろう、日本の戦車でここのハッチ、簡単に開けれるようにできるので、この ギアボックスが入ってるっていうのはちょっとね、嬉しいですね。はい、これが4,500円。意外と安いんだな。はい、ジャガジャンと次なかなか楽しくなってきたぞ。さあさあ、まだ来るぞ。どんどこどんと、おっと来ましたよ、三式中戦車チヌさん、しかも、ゴム履帯じゃなくて、プラ履帯付きの方ですね。いや、これはいいですよ。チヌ何回か作ってますけど、これ作りやすくて好きなキットなんでね、これいいんじゃねえの、これ。すげえ、悪くなくね。これ4000円って書いてあるけど、本当に4000円なのか。まあ4000円で計算しましょう。4000円。じゃがじゃんと、なんだこれ。ああ、これ、これ、もうこれ全部これで。はい、そしたら、袋キットじゃないけど、なんか箱潰れてんな、これ。なんだこれ。陸上自衛隊の歩兵セットですね。これが、入らなかったせいか、箱から出して潰して入ってました。おい、ファインボルド、やるな。なかなか、なかなかこう、頑張ったんでしょうね。はい。でもこれはまあちょうど、でも60式戦車なんか持ってねえよ、俺。まあいいよ。はい。じゃかじゃーんってか、待って、これいくらこれ。これが金額的に、1800円。1800円ですね。じゃかじゃーんと。はい、じゃあ次行きましょう。まだありますよ、まだ。意外とてんこ盛りですね。はいはいはい。お、言った瞬間に入ってました。61式戦車、回収型。はい、これも持ってないんで、大変嬉しいです。正直言って嬉しいです。これ出るときに俺、僕、買うって言って、買う詐欺ですみません、買ってませんでした。ちょっと嬉しいですね、これ。これがね、定価がね、4800円。はい。じゃかちゃん、まだあるのかな？まだあるの？まだあるの？すげえ数だよね。ラスト？ラストじゃない？はい、じゃかちゃん、あれ？4式戦、中戦車、チト量産型という形でね、持ってます。で、これに関しては、まあね、去年、まあ、所さんの番組で、僕は、試作型の方は制作して、まあ、番組の方でちょっと紹介、番組の小道具として使っていただきましたけれどもね、まあ、思い出深い戦車ですよ。はい、チトですね、いいですね。これが4700円。ででデンと。はい。さあ、ラスト？ラスト。はい、ラスト来ました。あ、なんだ結局。なんだ、こういうことか。はい。次、来ました。五式中戦車チリですね。車体だけできて、まあ、結局、お蔵入りになってしまった、終戦を迎えてしまった幻の戦車ですけれども、2がないだけでも、もともと2式戦車っていうのがないんですけれども、1、3、4、5と、陸軍セットは入ってました。なんだ、それって感じだけど。マジか。で、これが、5700円。5700円。はい、で、ラストおまけが入ってたと思うけど、おい、てけでんって。で、今回の、福箱を買ったお客様だけにという形で、一つに一個入ってくるのが、この五色犬、五色犬、五色犬ですね。いわゆるファインボールドの、まあ、アイキャッチキャラクターとなっている、五色犬のインジェクションプラモデル。これが、このように二つ。来ました。この2つあるってことは僕は2セット買ったよっていう、証となりますね。はい。まあ、これが欲しくて買ったんですけどね。はい。というわけで、じゃあ、結果発表となります。はい。じゃあ、どうぞ、いいよ。ででんと、はい。定価換算で、全部で45,100円という、まあ、なんだろう、値段じゃないんですけどね、ぶっちゃけ。これがまあいくらだったかっていうと約3万円ぐらい2箱でなんで、まあどうかな、割引率でいくとそんなに大きくはないんだけど、そうだね、3割4分3割3分ってことですかね。なんでまあ
まあちょっと普通よりちょっとお得かなっていう形でございますけれども、まあ五色犬もうこれがプライスレスですね。これが入ってくるだけでも、お買い得かなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで、初めて買いましたファインモールドの福箱、開封動画、いかがだったでしょうか。もう今年はもうこれ以上来ませんのでご安心ください。はい、本当は正月にね買ったボックスの福袋もやろうかと思ったんですけど、あれ先にやっちゃったんでね。まあ一応配信ではやりましたけれども、はい、というわけで、戦車いっぱい増えましたというわけで、またこれもね制作する動画おいおい上げていきたいと思いますので、またぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バッハハーイ。止める。